戸川名蔵役小泉役も葬られたる秘密昔丹波の国に稲村や玄介という金持ちの商人が住んでいたこの人におそのという一人の娘があった お園は非常に霊利で、また美人であったので、源助は田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の夫人たちの受ける上品な芸事を修行させることにした。こうして教育を受けて後、お園は父の一族の知人、 長良屋という商人に片付けられ、ほとんど4年の間、その男と楽しく暮らした。二人の中には一人の子、男の子があった。しかるにお園は結婚後4年目に、病気になり死んでしまった。 その葬式のあった晩にお園の小さい息子は、お母さんが帰ってきて二階のお部屋にいたよと言った。お園は子供を見て微笑んだが、口を聞きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰彼が、お園のであった二階の部屋に行ってみると、 驚いたことには、その部屋にある遺灰の前に灯された小さい闘明の明かりで、死んだ母なる人の姿が見えたのである。お園はタンス、すなわち引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスにはまだお園の飾り道具や衣類が入っていたのである。 お園の頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない繁栄のように、また身のもにおける影のごとく、透き通っていた。そこで人々は恐れを抱き部屋を出てしまい、 下で一度集まって相談をしたところ、お園の夫の母の言うには、女というものは自分の小物が好きなものだが、お園も自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。びとでそんなことをするものも随分あります。 その品物がダンデラにやられずにいると。お園の着物や帯もお寺へ納めれば、多分魂も安心するであろう。で、できる限り早くこのことを果たすということに決められ、翌朝引き出しを空にし、お園の飾り道具や衣装は皆寺に運ばれた。 しかしお園は次の夜も帰ってきて前の通りタンスを見ていたそれからその次の晩も次の次の晩も毎晩帰ってきたためにこの家は恐怖の家となったお園の夫の母はそこでダンデラに行き 住職にことの一部始終を話し、幽霊の件について相談を求めたその寺は禅寺であって住職は学識のある老人で大元和尚として知られていた人であった和尚の言うにそれはそのタンスのうちかまたはその近くに 何か女の気にかかるものがあるに相違ない。老婦人は答えた。それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。大玄和尚は言った。よろしい。では、今夜私がお宅へ上がり、その部屋で番をいたし、 どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか私が呼ばるときのほかは、誰も番をいたしておる部屋に入らぬよう、命じておいていただきたい。日没後、大弦お尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。 お尚はお経を読みながらそこにただ一人座っていた。が、根のこく過ぎまでは何も現れてはこなかった。しかしその刻限が過ぎると、お園の姿が不意にタンスの前にいつとなく輪郭を現した。その顔は何か気になるといった様子で、 両目をじっとタンに据えていた。お尚はかかる場合に受するように決められてある経文を口にして、さてその姿に向かってお園の海名を呼んで話しかけた。私はあなたのお助けをするためにここに来たものでござる。 定めしそのタンスの中には、あなたの心配になるのも無理のない何かがあるのであろう。あなたのために私がそれを探し出して差し上げようか。影は少し頭を動かして承諾したらしい様子をした。そこでお生は立ち上がり、 一番上の引き出しを開けてみた。が、それは空であった。続いてお正は、第二、第三、第四の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内部を気をつけて調べてみた。が、何もない。 しかし、おそのの姿は前と同じように気にかかると言ったようにじっと見つめていた。どうしてもらいたいというのかしら、とおしょうは考えた。が突然こういうことに気がついた。引き出しの中を張ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれない。とそこで、 一番目の引き出しの貼り紙を剥がしたが、何もない。第二、第三の引き出しの貼り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。チカルに一番下の引き出しの貼り紙の下に、何か見つかった。一通の手紙である。 あなたの心を悩ましていたものは、これかなと、おは尋ねた。女の影は、和尚の方に向かった。その力のない行使は、手紙の上に据えられていた。私がそれを、焼き捨てて死んぜようか。 和尚は尋ねたお園の姿は和尚の前に頭を下げた今朝すぐに寺で焼き捨て私のほか誰にもそれを読ませまいと和尚は約束した姿は微笑して 消えてしまった。おうがはしご段を降りてきたとき、夜は明けかけており、一家の人々は心配して下で待っていた。ご心配なさるな。もう二度と影は現れぬから。と、おうは一堂に向かっていった。果たしてお園の影は、 ついに現れなかった手紙は焼き捨てられたそれはお園が京都で修行していた時にもらった縁書であったしかしそのうちに書いてあったことを知っているものは和尚ばかりであって秘密は和尚と共に 葬られてしまった。